麻雀ファンの皆さん、大変お待たせいたしました。前回から始まりました第6回のモンド名人戦、予選第1戦見事トップを取ったのは土田晃祥プロ。名人戦では実に久しぶりのトップでした。決め手になったのはリーチ一発、純ちゃんイーペイコー。果たして今回の予選第2戦はどんな手役が飛び出すんでしょうか。皆さん最後までじっくりとお楽しみください。それでは予選の第2戦、早速一人ずつメンバーを紹介してまいりましょう。まずはこの人、第1回モンド21杯出場メンバー、第4回モンド杯優勝、そして名人戦は第1回第3回大会で優勝です、飯田将人。さあということで、はい、今回も始まりました名人戦、はい、一言意気込みを聞かせてください。まあいつも通りですけど、まあ、自分らしい麻雀を打ち切ろうと、まあ、できれば優勝したいと思ってます。そうですね、はい、3回目の優勝に向けてまずは初戦、いい麻雀を期待します。はい、頑張ります。はい、それではお席へどうぞ、はい、続きまして2人目です。第1回モンド21杯出場メンバー、第1回名人戦、第2回名人戦ともにまさかの予選敗退でした。第3回名人戦では予選で中連ポートを上がりますが優勝には届かず、しかし前回の5回大会でモンド初タイトルを獲得、ミスターマージャン小島武雄ということでね、もう前回から、解説から始まってますけども、さあいよいよ、まあ大丈夫です、いつもの通り、はい、まあ見せるマージャン期待してますんで、はいはい、はい、それではお席の方によろしくお願いいたします、はい、続きまして3人目です。第1回モンド21杯出場メンバー、電影大王位決定戦優勝、名人戦今度こそ初優勝を狙います、金子正輝ということでね、これが初戦になりますが意気込みお願いいたします。一番まあ注目度の高い対局よく見てますと、うん、おっしゃっていただいてるんで、もうぜひ頑張りたいなと思ってます。わかりました、はい、はい、それではお席にお願いいたします。そして4人目はこの人です。プロ麻雀最強戦第6回モンド杯で優勝、モンドタイトル2冠、名人戦では3回決勝に残るも優勝はまだありません、今度こそ優勝なるか、森山茂和ということでね、はい、意気込みをお願いいたします。なんとか決勝だけにはね残るようにしたいと思います、はい、優勝はなかなかできないみたいなんで、なんかあれは運もないと、技術だけで勝負しますから、はい、今回はひょっとしたらあるかもしれませんよそうですね、ついてるかもしれないですね、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いいたします。さあという4名によります、これが予選の第2戦です。放送のナビゲーター解説はおなじみメンチンのバビーこと馬場裕和プロです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。まあ本当にね、はい、前回、はい、名人戦はもう1回1回が本当に見応え十分ってお話ありました、はい、予選第1戦も面白かったですよね。面白かったです、すごい攻防でした ね、まあ、結果的に順位はでき点差開きましたけど、うん、もうそういうものに耐え難い、もう、まあ、皆さん持ち味を生かした素晴らしい攻防でした、はいね、はい、で今回は予選第2戦で、はい、ディフェンディングチャンピオン小島武雄登場ですけども、はい、ちょっとコメント少なめだったんですけどもね、小島先生前回解説やられた時に、はい、麻雀楽しいな、この言ってましたね、このメンバーと打つのは本当に麻雀楽しいって言ってたんで、うん、今日はその気持ちで、打たれると思うんで、ただまあね、もう先生に限らず、ね、どこを取っても皆さんの麻雀は本当匠の世界なんでね、この半茶も面白い麻雀になっていくと思います。わかりました、そして今回の予選の第2戦、放送のゲスト解説は荒正義プロです。すで、に一戦戦い終わりました、よろしくお願いいたします。どのあたりが面白そうですか、この大会、対局は。まあ、勝った負けたよりも手作りとか、うん、勝負の駆け引き、そっちの方を見た方が面白いような気がしますけどね。おっしゃる通りですね、果たして今回はどんな結末が待っているんでしょうか。それでは参りましょう、予選の第2戦東杯の開始です。はい、よろしくお願いします。モンド TV 麻雀プロリーグがお送りする第6回モンド名人戦、予選の第2戦が始まりました。トンチャ飯田将人、なんちゃ小島武雄、シャチャ金子正輝、ペイチャ森山茂和です。と一曲ドラはチーソーです。トンパツの親番は飯田です。こちらが飯田のハイパイ、
出しはいいピンでした。そしてなんちゃの小島はイーマンがあんこになっています。さらにシャーチャ金子3万があんこになりました。そしてペーチャの森山です。こちらはパーピンがあんこ。どうですか、ババプロ、トンパツからちょっとぶつかりそうな手配ですか、各プレイヤー。いや、皆さんそれほどね、ちょっと森山さんがいいぐらいで、特にこの飯田さんかなり苦しいですしね。そうですね。まあ、もちろんツモ次第なんですけど、あ、今こう先生マンズの方寄せるかもしれませんけど、そうですね、ぶつかり合いという感じにはならないかもしれないですね。そうですか、はい、はい。この形からどういう風に仕上げていくか飯田、まあ、飯田さんは一打一打本当にねこう丁寧に作っていくタイプなんでね。そして金子はあんこ2つになりましたが、ピンズの形これからどういう風に持っていくのか。おっと、統一の難、はい、ドラムチーソルス6チッパの3色見つつ、うん、単品の方へ行こうということですね。これドラです。あ、こうなるとちょっとでも6チッパーが見えてきた ね、今度は色より3色の方ですね。おそして森山はウーピンです。やっぱりアラプロは、はい、こういう名人戦のメンバーっていうのはこのタイトル戦じゃないとなかなか顔を合わせないようなメンバーですか。そうですね、うん、だんだん違いますし ねもうここでしか打たないんじゃないですか。あ、やっぱそうですか、まあでも実質は35年ぐらい前から知ってますけどねまあ知ってるは知ってるでしょうけどね、はい。森山、まあ、小島先生が僕が一番早いんだけど、その次森山さんかな。森山さんで36年ぐらい前からですから、うん、かなり、まあ、お互いみんな知ってるから ね、まあ、ねこんな打ち方するんだとか、はい、そういうどういうジャンプだとか、そういうのはみんな分かってますからね、で小島さんのジャンプ一番分かってるのは森山さんですからね。お、次のキルハイ全部当たるんだよねそれはまたなるほど、それはすごいだけ、いやすごいですよ ね、 ね。さあこれでちょっと単用のいいシャンテンだ、ね、60杯見てるでしょ ね、 ね、ローピン引いてきたリアンはどうぞどうぞ。ドラチーソーですからね、このチーソーに数案切って、うん、上の3色やりづらくないんですかね。はい、小島さん、小島、うん、3の一番弟子森山さんじゃないですか。あ、ね、指定対決、まあ年もすごくあれになっちゃってるけど普通はやりづらいはずなんだよね。ああ、そりゃそうですよね、うん、指定対決だと。僕はほら、うん、星野さん、謎さんじゃないですか、うん、なんかやるときちょっと構えるもんね。へえ、そういうもんですか、うん、ちょっとやりづらいなーなんて、ね、ペンチーソー引きましたね、これなかなか感触はいいですよ ね、 ドラのドラのチーソー引いてね、ウーアンスーアンのリーチ。バシッていくでしょ、ねチーピンは全く通ってないですねむしろ裏筋ですよね、このチーピン、うん、もう行く気なんですよね。一手打ったっていいんだと思う、また上がればっていう。なるほどね、感覚です。あ、これで6チッパになりましたね、狙えるように。小島先生ね、あ、なりましたね、いいシャンテンですね、うん、まあ両方打ちづらいよね。9-1の方打ちやすいかな。あ、でもちょっと打ちづらいんですね、ドラマタギも嫌だし、両方裏筋と、あ、裏筋とドラマタギだもん ね、 ねですね、回りましたね。うん、森山さんこれテンパったら行くからね、うん、あ、ここは引き、ランピンは、あ、ウーピン自分で2枚切って持ってきたランピンか。なるほど、そういうのって相当感触悪いですか。
いやまあ一回 TP 勝負してみて、ね、すぐねテンパイ入ればと思っちゃうんだろうけど、あのテンパイ入んないでもたついてると、まだね始まったばかりだから、そういうことですね。あっさり引きましたね。ですね。岩野はイーマン乗らずに1000、2000ですね。まずはトンパツ上がったのは金子でした。こういうの僕ら自分で引っかかっちゃったとか言ってね、冗談で上がるんだよね。絞りかんちゃんですね。絞りかんちゃんですね。ドラは小そうです。またまた小そう。親番は小島武雄。そして上がった金子、今度はなんちゃです。シャーチャの森山、シャートイツ地風のシャートイツですね。これは本一見てるんだね。いや、想像見てますね。飯田さんも素直に多分打たれていく、あの飯田さんはあんまり気てらわないからね。気てらう代表選手は誰ですか？それは小島さんと森山さんでしょうね。僕なんかあれですからね、たまに俺でもできるとこ見せとこうかな。途中で挫折とツボが効かないじゃないか。、まあ、いろんな思惑はあるんでしょうけどもね、はい、いや本当にあるんですこれ、今回はもう攻めシリーズでいこうと思って、もう早くも挫折だからね。攻めるも何も、2シャンテンとか3シャンテンっていけねえじゃないかこれって。そうです、そうですね、はい、確か1回戦手は入らなかったですね、はい。まあ、安いとかもう安い場面だったらもうノーデンマップと一緒だと思って、当たっていいやと切ってたんですけど、ね、逆結構強い牌ね切られてたんですけど、ただ手が来なかったんで。そうでしたね、来ないんです。もう感触がないんですよね。あのこう聞こえるんだけどね、あ今回俺の上がりだとかね。聞こえるんですか？聞く、だいたいツモの感触で分かるよね。あ、展開とツモの感触。なるほどね、これはもう上がれそうだツモです。僕らはほら流れで打つじゃないですか、まあでもアラプロぐらいになるとそういうのが精度が高いんでしょうね。あれ違ったかっていうことがあんまりないんでしょうね。まあ、違った時はあの、いやありますよ、ありますけどたまにね。でも、あの笑ってごまかすとそういう時はね。それって自分だけじゃなくて、あ、この人今良くてこの感触だとなんかまた上がられちゃいそうだなってのも分かるんですか？分かるでしょうね。もうリーチかかった瞬間に、あ、まあ、もうやられたとか、追っかけられた瞬間に負けたなとか。そうですか、例えば西さんなんかは真面目な方だから、はい、ね、追っかける時も万全の体勢で追っかけてくるから、こっちから足止めのリーチかけてるとやられちゃうんですよね。あ、なるほどね、だからリーチをかけさせないためにリーチ打ってるっていうのもありますからね、なるほどなるほど。この椅子は泣かないんでしょうね。あ、一応、小島プロは本一向かいましたけどね、泣かないですね。あ、泣いた、お、積極的ですね。お、役配2つ珍しいですよ ね、これね、2枚目でもない損牌ですからね、結構積極的と見て、はい、ただこうなると普通泣かないんですけど ね、こうなるとトンチュンでも逆に出にくくね、なりますか。なりますね。あ、役配は要警戒といったところか。小島さんの客室からは普段泣かないですね。泣かないですね。重なった。これ一応イーシャンテンですがドラが小さなんで、難しいですね。流派
ああドラそばのロースを切っていきました、ね、ドラ標準ロースを切ってもこれでまた皆さんから自配出ることは、うん、いやまああれ何は出そうですけど ね、 そうですよね。このトンはもうこれはもう金庫にガチッとしまい込まないとダメですよね。そうですか金庫に26個にしてねバシッとしまってだけど僕だったらたまにね切ることあるんです。小島さんがね、うん、座布団の、うん、そういう先付けではけ、うんうん、ぽいやり方はしないだろうと、まあ、あんこだぞと、あんこだ、あったらあんこだろうと、うん、そういう、そういうふうにも読めるんですよね、あそうするとなんかこう一般論とかセオリーと戦うんではなくて人と戦って、あそうですね、この人だったら大丈夫みたいなね、うん、この人なら通る牌とかありますからね。そうなんですか。斉田さんは、これでイペコ含みの医者なんですね。含みですね。ロウソ切っても見えない気するかいですね。ロウソは現物ですね一応、うんうんうん、ただドラが小さいということもちょっと考えてるんでしょうね。うーん、でも切りました。そうですね、いいシャンテンです。あのロウソは不気味だよね。不気味ですよ、ドラが小さいですからねドラの支持牌だから、ね、怖いですよね。ドラ何枚持ってるんだってなっちゃうよね。あと、しかしこれでトンナン1枚ずつ持ったぞ。何切って何切るでしょう。考えてますね。あ、切りました ね、 ね、投げてポンされて、はい、いけなくなっちゃうっていうで、ドラでも引いたらなんか漫画のテンパイになったら切るでしょうね。あー、これも当たり牌です、ね、あら両方当たり牌、トンチュン捕まった、はい、ここにもトンいる、はい、あとチュンが1枚やばいですね。そうですね、うん、だからその後も戦えそうならこの飯田さんだけなんですけどね。小島さんなんちゃなん、あ、トンチャなんだ、トンチャです、はい、ダブトン、トンが出たらお山なんですね、はい、そのトンは2枚持たれてますからね。金子もこれだとちょっとドラドラを生かしてというわけにはいかなそうです。こちらは森山です。手の中のデキメンツは一つチーマンつもぎりました、うん、アンカンせずと、はい、あ、これドラですね、ね、金子さんこれ統一ですけども、これトンチュン掴んじゃってますからね。やはりこれはもう小島の町は、自敗役敗この辺りがもう濃厚というような、自敗役敗リャウンソね、リャウンソローソの裏筋ですね、うん、あ、なるほどね、はい、で上がればマンガンと見てるでしょう ね、 ね、うん、みんなトイトイもあるし、何があるか分かんないですからね、はい、まあ、トイトイもそうですね、ありそうですもんね、本一トイトイありそうじゃないですか、ありそうでね、イーストポンから入ってますからね、あ、引いた、引いた、お、すごいな、積極策が実りましたね、ここは見事にチューンを積もりました小島武雄、失礼します、2ルコールですか、2ルコールです、はい、タブトン肉だもんね、肉ならちょうどです、タブトン肉なん、モンドではそう見てオール肉みたいですね、これは4分で計算すると残にオールになるのかな、難しいですよね、それってルールによってルールが違うところあるんですか、いわゆる場の風としてあるいは自分の風として、はい、ってやっていくと2歩2歩ついて、で短期2歩で、あ、これ今短期じゃないですけどね、短期積もった時にダブトの短期積もると8歩になったりするので、はい、それはちょっとっていうようなところからオール2歩にするとかって動きが出たり、はいはい、あ、その辺はでもまだこう一番浸透してるのはこれっていうのはないわけですか、これでプロ連盟さんは、僕らはあれ残業オールになるんです、あ、じゃあ4プレー、はい、そうです、4プですか、だから小島さんは、小島先生は残業オールじゃないのっていうような感じで、うん、森山さんに聞いたら、うん、いや2ルコールですって言ったんです、うん、あ、そうだったかという程度か、
もともとは4分はあったんですよ、ダブトン。だけど、うん、ほらフリーチャンスがだーっと広がってきた時、はい、4分数えれる人と数えれない人いるから雀荘では感銘策でオール2分にしちゃおうとか、分かりやすくシンプルにしちゃおう。そうそうそう。じゃあ今その巷のね雀荘屋さんではそっちの方が主流にはなりつつあるんですか。なりつつあるんです。そうですか。だいたいそっちの方が多いでしょうね。僕らの時はもうちゃんと数えてましたからね。数えてましたから。今のは4分になるわけですね。だからあのトンロットイツは。やっぱダブトン短期積もって8分ってのはすごいですよね、うん、短期積もってね、はい、あもう早いですね、いい3点ですね。そうですね。そして森山もこれは想像、はい、いってます。なんとか本一まで持っていきたいところ。飯田は役牌が統一です。こちらもいい3点なんですが、あこれドラじゃないですかね。ドラ引いて、ええ、トンでしょうね。ドラドラになりました、うん、ここでトンを離します。そしてこの座布団を泣いて、はい、小島プロも本一一気通貫、これ一気通貫もでしたけどインパチまでありますね。さらに連チャンを伸ばそうという。カンパスを手前した。いやあの闇ですね。テンパしてないでしょ。いやいやカンパスはテンパってますね。金子さんはだけどテンパってますよね。あれさっきテンパだったよ。テンパってますね。カンパそれだから役がないんですよ、はい、手がありまって今ねピーク狙いですかね。急走重ねて打っぱそうとか、うん、リュウハポン仕掛けたのがこれドラドラですね、はい、テンパイを取るかな。ペンサーは、うん、ペンサーのはい、あとドラドラのテンパイです。そしてそれをさらに1位、はい、これで1万8000点のテンパイですね。パーピン、パーピンでインパチ、目まぐるしく局面が、はい、そして手代わりして急走短期、まあ、さらに手代わりがありますから、ね、あらそうですか。でも森山さんこのような打たないですね、ただあの3ピン持ってきたらやっぱり9ピン切るんでしょうね。ヤングパーピンにね、うん、ウーピンはウーピン切っちゃうだろうかな、サブルーピンするかな、難しいとこですね。一応でもお山ありますからね、両面に受けてもね。今度はノベタンに変えた。あんなパービン引かれたり打ち込んだらもうね嫌なっちゃいますよ。でも山に3枚いますからね。これ怖いよこれ、うん、行く行ってますね。変3万で頑張る飯田です。そしてまさに荒さんが言う通り3ピン引いてきましたよ。3ピン引いたら9ピンですよ、ね、9ピンですね。あそうですか、間違いい方、ローピン引いた時ちょっと迷おうかなっていう程度ですね、うん。やっぱりもう多い方が有利ですからね。親マンですからね。ねえ、リャンパーピン。さあ、そのリャンピンを引いた。これも行くのか。あ、行った。あら。しょうがない、上がっとくかなって。だって前回も本一上がっね引いてるから怖いですよ。だってこれ飯田さん相当勝負してるからね。あれ9ピンもそうだしさ。9ピンね、強いですもんね、やっぱりね。あの下泣いてるんで上嫌ですもんね、やっぱり上の下軸はもう嫌じゃないですか、うん、筋はね、はい、もう下泣いちゃったらあとは G 杯と上しかないんだから、うん、で9ピン手なしだから嫌なんだけどね。だけどヤンピンだから行ったんですかね。そうウーパーピンだったら分かんない。止めたかもしれないですね、うん、パーピンとか行ってやめるかもね、あの、うん、受けが弱いからね、ペン3はだから。小島武雄会長に飛ばします。またダブトン統一ですね。あらドラもありますね。金子さんの手いいですよこれ、うん、お1、2、3、2、3、4、ね、森山はマンズで一メンズです。最初のツモでイーソーが重なりました。考えてますね、ええ、やっぱりこう自敗は切らないでね。ほう
どうするんだろう。ああ本一見てんだね。やっぱ見てるんですね。見てるんだね。だから自敗ね、あの今これさえ3つうちどれ重ねればもう一気にいきますね。あのババプロね、はい、一般的にその自分にとっていらないトンっていうのは、まあ、ダブトンの人がいるんですけど、はいはい、やっぱあんまり簡単に切っちゃいけないもんですか。あの最後この名人戦においてはあの自分の手が整ってもらいに切る人はいないですよね、はあ、逆に言うとそういったトンを早く切ってくる人は手が整ってるということにもなるんですけど、はい、でもこの親怖いから ね、 ね、ニルゴール親マンでしょ。そう両方本一だしさ、どっちもダブトン絡みですよ、うん、あらね、そうともうちょっと切れないですよね。4回ぐらい連続してトンが行ったことある、僕は見たことありますよ。本当ですか。でハイパイでダブトンが統一なの。それ見せられちゃうともうね。さあ今1、2、3、2、3の両天秤で1ピン来たんで、これドラがいいワンなんでね、ハネマンですか。ハネマンです、ね、高めイーソ、ここにイーソが2枚、場に1枚切れてるんで、高めは1枚残りですね。さあ切れてるのは数早いマンズだけ。ああもう中抜きしましたね、はい、ね。そして連チャン中の小島はどう対処するか。まずはハクです。スースは結構いるのか。高め椅子は1枚しかないですけど、スースー誰の手にもないような。あ、盤に1枚切れてますね、うん、ってことは残り3枚が山。お GP がこうになりましたね。あのイーピンモンドっては入ってるじゃないですか、はい、あれはモンドって入ってる方を下にするの。そうです、下にするんですの、まあ、文字の並びがそうですね、はいはい、下にするとモンドってこう、はい、カメラが寄った時に読めるんですけど、これぐらいのサイズだとちょっと読みづらいですね。もうちょっと大きく掘ればよかったですね。あの言っときます、はい、倍ぐらいの大きさで、あのひどいんですよ、ババプロなんてね、お正月番組の時に、ね、汚れてるとか言ってた。いや、パッと見 G だと思わなかったですよ。あれなんだろうと思って。あ、バトルロイヤルの時でした、ね。そうです。そうね、はい。あれからできたんですよね。そうですそうです。スーソーが流れて、あ、高めいいぞ。おー小島プロが捕まされましたね。ペンサーマンとか引いたら出ていっちゃうね、あそうですか、うん、あ降りた、あ出てなくなった、こうなるとあとはもうみんな行かないですからね、うん、イーソーもないし、この休めですけど数層残り2枚の数層を積もるかどうかですね、は悠々一人旅ということになりました、はい、あのアラプロこうやって、はい、誰も向かってこないで、はい、あ、そうそう来ましたけど、あの一人で積もってる状態って、はい、あの気楽ですか。いやそれは降りてる分かる場合はね、だけどあのこれは積もって羽マンだから、はい、引きたいじゃないですか、イーソーをね、スーソー引くとあれやなって思っちゃうんだよね、うん、そうですか、それで、ただ裏乗って2枚乗ったら羽マンだから、うん、その時はまあいいかな、うん、そうですよ、そのリーチによって、はい、なんだ向かってきてほしいのになっていう時と、はい、いやいや誰も来ないで自分で積もりたいからっていう時もありますよね。あ、それはありますね、はい、羽マンの可能性ある時はね、うん、でもあこれはもう上がりだなっていうのも分かる時もあるしね、リーチかける瞬間にね。本当ですか。これはもう上がりだなって、これ多分金子はそんな思いではないですよね今ね。うん、あのどうなのかなと思ってんじゃないですか。いないのって、そうでしょうね、
もう皆さんの打牌がね現物しかもう切ってきてないので、これ抱え込まれちゃったかなって思ってますかね。いや、あ、まあそうですね。でも、うん、ダマ点して休めそうったらひどいことですからね。そっか、そっちの方が罪重いでしょうね。そうですか、罪ですね、そうなっちゃうと。そうですね、そっちの方が罪重いような気するね。あのリーチでやめられて、うん、論敗を殺されるより、はい、リーチかけておけば、そうそう、つもでも裏取られて、ね、漫画になってたかもしれないんじゃないよ、うんうん、上がりを逃す方が罪重いですからね、補充するよりは。そうすると、素人っぽいこと聞きますけれども、はい、このままずっとみんなが降りて、はい、流局になりますよね、はい、これリーチで脅かしちゃったから出てこないのかとかっていうふうには思わないんですね。思わないですよね。イーソ引きに行ってますんで、もう金子さん気持ちの良い、だから晴れ間にしたくてリーチ行ってます、ね、なるほどね。やっぱり小島さんが今走ってますから、はい、親っかぶりもさせたいし、これ順からだったのかな。今数走が行きましたから、じゃあ順からですね、はい、流局ですね、はい、一人転敗で、まあ、でも打ってる党にはねまだいるかもしれないと思ってますけど、うん、そうですね、だぐーっと力いるからね、うん、はい、ないんだよね。ないです、ないんですけど入ってますね。ソースの感触だったんですがローソーでした。金子一人転敗です。小島の親が終わりました。小島さんはあれちゃんとイーソで降りて正解だったなと思ってますね、うんうん、思ってます、思ってます。降りた方はね、イーソでピタッとやめちゃったけど、ピタッとやめましたね。街を読んでるわけじゃないけど、もうこれ以上行ってもしょうがないなと思って、うん、トンも出ないし、はい、でそのやめたタイミングが本当に当たり牌高めを掴んでる時なんで、うん、気持ちとしてはもしかして飯田さんがもう行って早くトン切ってると、うん、あのイーソ引かれちゃうんだよね、泣いて、うんうんうん、下がって、そうだそうだ、結局トン切ったんだけど、はい、あれ絶妙のタイミングで切ったから、うん、降りた後に切っちゃったから、うん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 、小島さん動かなかったっていうだけのことで、親番は金子になりました。ドラはチーピンです。この飯田雅人ドラドラになっていますね。ドラドラですね、はい、チャンスですね。だからババプロにね、はい、先ほど1枚だけあるトンは、まあ、どうしたらいいんだっていうふうに聞いたのは、まあ、手の中にこう長く持ってると逆に後から親の人にね、はい、それが統一になられちゃったら、泣きやすくなっちゃうんで、まあ、どうせいらないんだったら早く切っちゃえという考えもあるのかなと。考え方なんですけど、でも泣かれた時大変ですよね、自分の手が戦えないのに。やっぱりダブトン泣かれるとそれだけでプレッシャーですね。ダブトンは大きいと思いますよ、うん、ドラじゃんとなく親マンですからね、はい、でも泣かれなければドラがあったってね。例えば老朽案でもおたかぜでもトン泣かれた後は何でも泣かれちゃうじゃないですか、はい、だからやっぱり絞る方が一応正解だと思う、うん、分かりました。ただ自分がメンタルピン系の、うん、あれだったら手すべもてまでは持ってることはないと思うけどね、返し技できるわけだから、そう、戦える手だったら切ってもいいと思うんですけど、まあ、こう、例えばこういう手からいきなりダブトン切っちゃうとかは、それはないだろう、相手が重なる前にっていうのは、そう、まあ、そういう意見もあるみたいですけど、はい、それはやっぱりちょっとね、もっとやっぱり緻密に打った方がいいと思います。泣かれたらどうだって考えて打つ方が、長身で見た場合ね、熱い打ち手になる。なるほど、まあ、じゃあアラープロもですね、団体の後輩たちがそんな風に切ってたら、お前ちょっともうちょっとそれ持っとけよと指導してくださいよ。いや、もちろん指導しますけど、流派チューン泣いてるところに、いや流派二役泣いてるときにラブトン流して死んじゃったって。でいや、ラブトンだとかね、それで倍回になっちゃったんだね。そうですか。そういうのもあるんですよ。あるんですか。まあ人それぞれだから、うん、だけど3つ目流れたらやめるはないでしょ。自分手鳴ってないんだから、うん、まあ、そういうね、やっぱり囲んでる4人の呼吸っていうのはありますからね、はい、
そうするとあのババプロね、はい、小島卓雄のああいうあ、まあ、チームもちもちなんですけども、はい、簡単に役配だからといって泣く体制にはないわけですね。そうですよ、そうですよ、もちろん手格好にはよりますけど、ね、小島さんは泣かないですよこれ、うん、そうですか、出たら吹かして、うん、2枚目出たら切っていっちゃいますよ。やっぱりそうですか。あの手を狭めないと思います、はい。チートイツですねこれはね、単用チートイツ、ドラドラ一緒みたいな。あ、この格好じゃ泣かないですね本当に、うん、さあこちらもいいシャンテンですよね、単品ブクミの。おお、こちらはなんか初めこれチュンはタッチですよ、はい、タッチですね、はい、ドラがチーピン、ナンはバニー1枚切れ、うん、白を切りました、合わせる形ですね、はい。手広くなりましたよ。おお、うん、今切った白。なんとかこちらはチートイドラドラ仕上げたいところ、飯田です。ゴミがついてましたまたねモンドモンドですねあ、天敗ですが換算品、まあ、単青で出上がりは効きますけども、果たしてどうするか難しいです、ね、親なんですよね、親番なんですよね。あ、親番ならもうリッチ打っちゃった方がいいんじゃない。ほうほう、ここはこっそりと換算ピン、そしていい形で仕上がったイーシャンテン森山。リッチ打つとチュン統一落としして上がったりとかいろいろな要素がありますからなるほど、シャーポンだ、そして天敗だ。これはシャアおたかぜですけどね、まあ、とりあえずあの2枚目ですし、ね、まあ、この後チュンポンでも対応できるん で、でリーチボンもありますしね、ここ一回上がっといて、ね、でリーチ打たないのかね親は。打たないですね、どうするんだろう、ちょっと見てみましょう、あ、打たないですね、ロースは行きましたけどね、チュンとね、ギャンソー、はい、ギャンゾーが、うっと、またソーズだ、イーダ、3層はいきます。ギャンゾーはみんな生きてますね。そしてリュウハ、おっと、掴んでしまった森山。おー、ダサインみたいな3品だもんね。おー、これはタンヤオのみ。これ荒さんはリーチ行くんですか、この僕は親だったからリーチ行きます、ね、うん、で森山さんもこの3ピかかっても行きますよね。天敗取るか取らないかっていう問題もあるんですけどね、うん、あ、そうかそうかそうか、その前にねリーチかかるから、うん、ビャンピンかウーアン外して、うん、もっと後継でリーチ打つか換算ピンでそのまま行くか、うんうん、リーチをね、はい、僕は打っちゃうな、リーチ親だから、うん、はは、は、親かそうでないかっていうのは相当大事なことなんですね。親なら普通 そんなに向かってこれないでしょ、うん、そうですか。彼にくたりぽんだったら積もってましたからね。うん、ああ、そっか、シャーを、いや、なんか泣いたパイが親からの牌だったら、うん、あ、はいはい、リーチ打ってれば泣かないとした場合引いてるってことですね、うん、どうですからね、うん、まあ、一概にどっちがいいかわからないですよ ね、まあ、ね、ただ想像ですけども金子もまた町が変わればリーチっていく腹積もりはあったかもしれないんですよね。いや、ウペヒカはリーチですよね、やめになれば。ペン3ピン引きました、飯田。ドラは急走です。あ、どうするんだろう、これでちょっと問い付けも見てますね、ええ、手の中にドラを持ってる人はいません。 あ、本当だ、誰もいないです。
マンズ、おー、これチーマンパーマンがあんこになりました。統一、ね、のウピーもありますからね、楽しみですよね。はい、ああいうあのパイの着方来るとするとね、そうですね、あんこあんこできましたからね。次は今度は自配です。換算品が入りましたが、手の形そんな楽ではないですか、親の金子は。そうですね、ちょっと厳しいかな。そしてこちらはおー、缶チーム入れましたね。これでいいシャンテンですね。まあ、素直に、あ、そうか、ちょっと下の3色見てんだ、1、2、3の。で、あの卵巣が残ってるんですね。そういうことですね。はい、飯田さんが今、あ、持ち点が7100点なんですね。小山打ちましたからね。そうでした。ただまだトン4曲、あ、トン3曲なんで、そんなに無理してね、高い手を作らなくてもいいと思うんですけど。これ例えばじゃあ飯田はイーソーとか引いちゃったら両面立つの方壊すんですか、ということですよね。だからそういう意味でリャンゾー残してるんですから。そうですか。まあ、どっちを外すかはこの場の状況によりますけど。あ、これですね、まあ、これであとどっち落とすかですね。じゃあどうなんだろう、いや、ローピンチーピン落とすんでしょ。ローピンチーピン、まあ、デキメンツよりはね。あ、1、2、3ですか。そりゃそうですよね、これローピンチーピンしかないですよ、考えてますね、はい、ただ不思議だよね、ローピンチーピン先に切って迷彩引いたのにまた切ってきたら。そうなんですよね、なんだよって周りから見たらね、なんだよってなるんですよね。そういう狙いで皮を作るってことはありますか。いや、はだから ローピンチーピン先に切ってるじゃないですか、はい、それをまた切ってくるってことはメンツあれだから、例えば老朽層の方になったのかとか考えますよ ねで高いのは間違いないんですよ、あのローピンチーピンを捨て牌でいい受けを外してきてるってこと、だから役絡みか なんかだけど、はい、まあ、ついてないから休みも引くっていうことはよくあるんですけどね。逆に高めがね2枚来てたんですけどね、この高め2枚今森山さんが重ねました、ね、さあどうだ2層したらいい、捨て牌的にはいいんですよね、一層層ね、三層2枚、2層2枚、2層3枚だ、3枚飛んでるんですね、はい、だからこれ森山さん打つ可能性もなきにしもあらずだよね。あ、まあ、でも一応日頃のね、あ、これでイーソー打っちゃうんじゃない。本当だね、これバーグバーグだから、さあこれでイーダー取り返した、ね、本当にいい、もうイスソス想像すごい安い、リーチピンフ3色ドラマンガンですね、はい、今のはだって椅子はなんか嫌ですからね、実際椅子は入り目だし。そうでした ねで自分で4枚抱えてる筋ですから、まあ、こんだけ想像の下が安ければ、はい、打っちゃいますよね。これでトン3曲終了、トンラス親番は森山です。今の上がりで小島がトップなのは変わりませんが、2番手に金子、3番手に今浮上して飯田、はい、ラスが森山ということになっています。あ、なんか思い出せるか、面白いそうな手ですね、これ面白いですか。あの、どう仕上げるかですよね、これは。しかし、いや、もちろん悪いハイパイではあるんですけど、これ狙うんじゃないですかね。狙いますか。国士、うん、考えてますね。あ、アラプロだったらどうするんですか、いうのは。うん、流せたら流しますけどそうですか。流せなかったんでしょ、流せたんですか。流せないんでしょ。流せない、ね、途中流局はない、はい、で僕だったら、まあ、チートイツとあれを見て同じだと思いますけどね。第一打はこの、うん、この完全に国士狙うときはもうシャー切っちゃいますからね。ああ、逆に匂い消しで、うん、へー、でもいくらやっても国士の場合は見えてくるんだよね。まあ、そうでしょうね、うん、
ここがイーシャンテンなんですよね、もうチートイツの。チートイツの、はい、小島プロはドラドラですね、はい、こっちも統一系ですね、あ、さあちょっとスワンコの可能性も残して、はい、そう簡単に八尾中杯持ってきません森山。さあまた考えてちょっと方向転換するか、国士ですね。なんかちょっとみんな統一っぽい感じですよね。ですね、はい、おっと押しかけたぞ金子です。あ、トイトイトイですか。トンが、まあ、バカゼなんで、はい、さあイーストポンされてますますちょっと森山さん苦しいですねこれね。さあこれを金子さんがポーンしてトイトイトンのテンパイピン3ピン。そうですね、2ピンが場に3枚切れています。これドラですね、統一がイシャンテンですね。太陽チートイツのイシャンテン、はい、3万が3枚あります。あ、チートイツ見つつまたメンツテの方って感じですね、さあ先生これでメンツテイシャンテンだけど、お、9ピンが、あ、9ピン場に1枚切らず切っていきましたね。ランペーコまでありますよ。うん、小島はローピンを引いて9ピン川に2枚並べました。そしてランピンこれで川に4枚見えました。あれ、あ、なんか面白いつもりだね。タンヤオイーペーコのテンパイですね。あ、これテンパイですね、はい、数万切れば缶ローピンです。あ、缶ローピン、なるほど、考えてますね。はい、行きましたね、リーチ。そしてリーチ。小島武雄に、まあ、ローピンは浮いてますが、数番は、あ、9番から行きますか、9番も現物。当然テンパイしている金子をここは押していきます。押すでしょうね、持ってきたのはハクです。おピンズを使ってテンパイする可能性も出てきます。いやいや、小島です。そう、なかなかいいシャンテンになってますから ね、はい、ローピンもね、持ってんのがだって小島武雄だけですね。ですよね、はい、川にはゼロですね。ああ、山に2枚来てんだ、はい、まあ、ちなみに E ピンは、 E ピンは1枚生きてますね、はい、3ピンは諸生き、全部生きてるんですか。そうですね、2枚ですね。あ、すごいな、生きてますね。3対2 3対2です、はい、仕掛けた、仕掛けました、仕掛けてテンパイですね。スーチーソーラリャンウアン、スーチーソーウアン、ウアンですね、ウアンドラです。おお、ウアンここに来ましたね。そうですね、流れたんじゃね、本来金子さんが積もってた牌ですね、これは、はい、そうですね、だから流れたって、流したって、流したって感じですね、うん、
まあ、流したでもあのリーチの後ないチーピンウーピンですね、うん、ウーピンの勝負しましたね、こっちはあこれは数層小島が上がりました、ね、いやここはタイヤをドラドラうまくさばいてあのローピンをうまく使いましたね。そうですね、はい、ローピンね孤立杯で、一瞬論破になっちゃうんですけど、9番トップ年からウーピンクつけてタイヤへの行こうとこの辺りはやっぱり名人芸の一端でしょうか。トンバが終了しました。これより予選の第2戦は難波に入ります。難局親番は飯田。さあ持ってきたのはピンズローピン。引かないですね、テンパ入らないです ね、 厳しいですね。ちょっと感触の悪いツボです、うん、あチューン切らない。もう場に1枚切れ、もう折りに参りましたね。おあとはだから森山さん飯田さんにテンパイが入るかなんですけど、どうなんでしょう。入らない。これは厳しいですね。厳しいですね、この形のままもう終盤です。さあテンパイが入るか入らない。このイーソーの重なりは嬉しくありませんでした。メンフンチート2の方へ向かってれば、そうですね、もしかしたらテンパイというね、つもぎります。さあ親が連チャンできるか。うお、テンパったか。トトきたか。あ、テンパりましたね。テンパった。じゃああとはローピン切るかチーピン切るか、もうここはより安全度の高いローピン、シャンポンに構えました。もうこれね連チャンできましたから、これでね。いやギリギリ間に合いました。あなんかテンパイしそうにないような雰囲気でしたけど、最後のツモでやっとテンパイしましたね。これ大きいですね、先手オールですもんね。そうですね、ここは持ち前のしぶとさを発揮しました。リーダー簡単に親を落とすわけにはいきません。難一局一本場、難一局です。三本場。いやーババプロ、はい、こういう風なですね、ちょっとこう重たい展開っていうのは、うん、どんな風にね、そういう静寂が破られるんでしょうね。とりあえずね、落とさないとダメですよこの親。そうですね、切りがないから、うん、でやっぱ今のなんかね、ほんとギリギリでね、さっきもリアンパスのギリギリで連チャンしてますからね、怖いですよ、うん、あなるほど、うん、こうやってあの飯田がしぶとくしぶとくテンパイ維持してると、そうどっかでいい手が入るわけですか。どっかでバーンと吹いてくるから。お小島さんは例えば白ポンの先手とかあんまりしないじゃないですか。しませんね、うん、だから、吹かれちゃう可能性はあるんですよね、うん、そうですか。僕はしちゃいますけどね、特命だったらこの辺蹴んなきゃいけないですからね。うん、さ小島さんはやっぱりほらしづらいってのあるじゃないですか、うん、ええ、本当は分かってんだけどしないって、はい、あでも森山さんは割でやるんだよね、うん、流れがあれだからと、金子さんの手いいですよ。でもね、今の段階で一番いいですね形が。あら拍重ねましたね。役拍重なった。飯田さんの方がいいんじゃないの、ね、あ金子さんより飯田さんだな。やっぱ飯田さんの方がいいじゃんね、うんうん、ただ白を泣く展開だと吹かないんだよね、うん、えそうなんですか。面前でリーチューがでリーチュー打たないとダメですよ。いやちょっと待ってください、ここ軽くもう一回上がってもう一回親番で吹くっていうのは、いやリーチュー2本と3本馬だから泣くでしょうけども、はいはい、出ないうちにリーチュー入れたいんですよね。そうですか。そうするとどこまで手が伸びるか分かんないじゃないですか。へえ。ハイパー良かったんですけど、ツモが効かないですね金子さんは。まあここ何回かの流局はみんなそれは言えるんでしょうかね。いやただ金子さん、ここに3局結構折りがね、折りのタイミングがちょっと早かったなっていう感じ。あなるほど、はい、あこれドラ重ねましたね、かなり慎重、ね、例えば飯田さんのドラ切りに対してすぐ引いたりとかね、うん、
なるほど。ちょっとこのローマン3枚川に並べてしまいました。そのローマンが欲しいのがね、このもうなくないし、ローマン、ね、ローマン3枚切っちゃったらカンちゃん埋まりました。ああ、いいシャンテンですね。ええ、そして森山は嘘。ね、本当ですね、なくなりました。いいだ、次のツボはイソー。小島はローソーでメンツが一つできた。ドラドラですからね。朝テンポ入りましたよ、さあパーピン打てばドラ含みの貫老ピン、ウーピン来て6球ピンでリーチ打つか、パーピン切りリーチもあるね、カンちゃんでトップを目指して。しかしここは両面硬い6球ピンの方を選択しました金子。こういうドラ切ってのリーチっていうのは、はい、相当高そうに見えるとかっていうのはあるんですか？いや、ないでしょう。逆にドラが打って出てくるんだったらそんなに値段は高くないのかなっていう見え方ですか？いや、ローキューピンがあるかどうかですよ。へ、受ける側としてはね、考える側としては高い安いは分からないですから。あ、なるほどね。単なるこれ材で浮かしたかもしれないんで。あ、そうかそうかそうか。リーズも高め積もってね、貫老ピンリーチってのがあったんだな本当にね、本当。でも難しいですけど ね、どっちがいいか分かんない。今のでも裏乗れば満貫ですからね。そうですね。2着を落とさないで上を、ね、目指すっていう打ち方ならウーピン切りですよ、ドラズもね。2着も守りたいから、頭取りだったらもう絶対パーピン切りますからね。なるほどね、はい。でもあとこれ7回ありますからね、そうですね、1人戦いますからね、そんな無理して頭ばっかり狙っていく必要でもないんですよね。まあ、今回の4人にとってはこれが初戦になります。僕はどっちだろう。僕も今の展望状況ならウーピードラ切りだね。ドラ切りリーチ、森山さんは分かんないよね。その時に気分によって打ち方変えるから、なるほど、あの状況によってね、ドラはペーです。場が進みました。何の2曲です。親番小島、厳しいですね先生ね。そうですね。そして出上がった金子はなんかいい感じですよ。役割が重なりました。まだ追っかけてる側なんですね小島。森山さんも手いいよね。これいいです。あんまりねいい手来てないんでね。ただ値段は安いけど、ね、ドラがない。それでいいんだろうな。パーソーで一応ラッソー屋なんですよね。でも森山さんね、ちょっとこう勢いというか弾みをつけていきたいところだと思うんで。スピン打ってしまうんですね。ええ、持ってきたのはピンズです。一応ピン負のいい3点構えられます。構えました。そうですね、 G マン切りました。
もんだで。そうです。宣伝しとかないと。そうですよ。はい。さあピンクの天杯、ええ、リーチですね。ここはすんなりリーチ打ちました。町はイスーマン。ああ悪い町じゃないですね。ええ、いい町と言った方がいいかな。あこれでしょう、うん、これ積もってね、裏で1枚でも乗るとまたちょっと感じ変わってきますからね。うん、猫手の中にイマンが浮いています。ここに数枚来ましたね。しかしこれはいいダモン使える数万。あいいわ出ます。いいマン出ました。まあしょうがないですよ ね、リーチピン風裏は1枚乗りましたね。乗りました。3900ですね。はい、小島の親番が終わりました。難の3局ラス前です。金子の親番です。その金子は現在3万点超えて2番手、トップは小島の4万2700です、はい、ドラは2万。おドラドラですね。あドラ2もありますね。ただこういう並びシャンポン系っていうのはあんまり使い勝手は良くないんですか。いや、じゃあそんなことはない。森山さん早いじゃないですか。森山さん今圧倒的にすごい良かったですね。あそうですか、ね、単品のね、しかも後継ですよ多分、いや単葉はないと思うんだけど。単葉なかったですか。こうかなり後継のね形。3は引いたらもう即リーチですもんね。あ、3は引いた方がいいか。見せてください。これですね。これですね。差し子あるからね。ああそうですねこれ、あとドラのイーマンとか重ねたいでしょうね、おそらくね。ドラはね、残念ながら重ながら、うん、もうイーマン全部ね。あ、ないんだ。じゃあもう人の手に渡っています。3は引けるかどうかですよ ね、もう離してますね、ローは。これ右の方で。本当ですね。離すということはもう、その3番引きを見てるということ。スーソローソを引けば仕頃もまた狙えないのか。ピンズが差し子なんですよ。ああそっか。じゃあ3ワン引きかウーワン戻り引きだね。そうですね。多分ウーワン引いたらね即利打っちゃいますよ。即利打ちますね。おでも追いついてきましたよ。着々と追いついてくる、親番の金子です。数が見える手配になりました。飯田おお、いい人の点だ。三蔵ね、はい、今度ねローピン周りくっつけばこのうち。あれさリーチ入った瞬間さ、ええ、今危ないよね。あそうですよ、ね、そうか今盛り上がる並びシャンポンでリーチ行く可能性は十分あるんで、十分どころか行くと思うんで、先に何だっけ、6球は引いたら即利打つでしょ。即利打ちますからね、その先に処理できるか。ああ、まあ、取らない当たり前なんですけど、この E1 がね非常に危ない雰囲気になってきましたね。さああれさ、リーチかかった瞬間3は引いたらもう行っちゃうんでしょ。でも絶対引きますよ。あでも3はこっちか。そうか、3ワンもこれでちょっと引きづらくなりましたか。数がならいいやっつって通って岩打ちっていうのもあるもんね。あお一気通貫伸ばしました。高めが数ピン。高め数ピンが3枚来てますね。いやしかも3はなくなりましたね。なるほど、うん、
森山のツモは9番です。そして井田星野はスチピン、高めを積もりました。あーすごいね、跳ねたか。リーズもピンフー跳ねです。ドラ、いやー高め休めは大違いです。これで逆転して井田さん2着浮上ですね。うん、底力を見せました。そしてオラスを迎えます。第4局ラス親は森山です。一撃決めて飯田が2番手浮上、そして現在ラス目がこの親番の森山です。ドラは9万浮上、ラス、はい、なるかどうか、ね、親番ありますからね、連チャンできますからね、そして今いい上がりを見せた飯田はご覧のようにドラドラ。飯田さん満貫ツモで、トップ逆転です。満ツモですか。薬杯のチュンが統一になっています。森山真ん中のローマン切ります。藤本さん逃げたいところですからね、ええ、ここはね。金子さんはやっぱり、マンガンクラスを作っていかないと2着にはね。そうですね。関連層ん、おお、ドランコだ。いやーこれは心強い。これで条件を満たしましたね、あ、じゃあ満貫ツモだからあれなんだね。だから要するにツモ上がりできる形、それかもうハネマンで上がりしかないので。なるほど、なかなかハネマンで上がりというのはちょっと難しいですか、ですのでこうツモ上がりできる形で、ね、メンツを作っていかないと。そして森山マンズで一メンツできました。考えてません、ね、どう。まあでもチュン出たら泣いて一回上がった方がいいやね。ね、レンチャンでね。ええ。あの高くなる要素がないもんね、面前でやってもね。これはですね、まあもう思い切って本一行くとかならあれですけど、ちょっと無理なとこありますからね。うん、小島さんは対応がね。ええ、あれどうするんだろう。これ場合によってはまず1、2、3落とすのかな。いや落とさないでしょ。じゃあチャンターとか、あ、さあチュンがチュンポンで、でもう急走ですね。そしたらペンチャン落とすのかな。とりあえず1回上がるでしょ。急走かね、急走で、ね、で連チャンということですよね。で総図で2メンツ完成です。金子、森山はパーソー、ペンサーソーですけど、三蔵が金子さんの手2枚ね、あとまだ2枚あるのか。でもしかし天敗までこぎつけてなんとか上がって望みをつなげたいところです。そうですね、連チャンして。一方小島も手の中の形悪くありません。金子さんいいシャンテね。はい、ソーズです。あ、これチャンタ1をつきましたね。おパソアンコになりましたね。2アンコ、これでいいシャンテン。3アンコも狙えるね。はい、2468の形から2を切っていきました。3アンコドラサの形なんでね、闇点で積もるか直撃かとなりますからね、
スワンコ狙っちゃうとね、もうとりあえず山手にして、そうですね、あどうするかな、どうそうですか、リャンカンの形は残しませんでした。イシャンテンの金子、あでもそれ三蔵だと当たりますよ、あチピン、いいマンですね、ちょっとね伸びませんね手がね、そうですね、金子もここではまだテンパイが入れられない、あでも一つか、あそこ小さく切っちゃってんだ、ペン三層の森山はスビン、三層はまだ2枚います、ね、引いた、いやここは踏ん張りました森山、先手を、チュンちゃんと上がって、さあレンちゃんですね、レンちゃんに成功しました。それでもまだラス抜けというわけにはいきません。でももう山積もるとラス抜けですね、そうですね、それが天才になってきました、はい、ドラはウーピンです。薬杯の流派が統一でした。そして三ピン九ピンも統一ですね、はい、こちらはダブナンが統一ですね、条件は変わりません、伊沢さん万願積もればトップです、藤間さん逃げ切る、ね、猫さんも条件は同じでやっぱ満願級なね、まあ、5にいつもでも2着になれるのかな、うん5にいつもで2着になれますね、やっぱりこれ問題杯ルールは、あ明治戦ルールはあの2着3着でかいんですよ、そうなんですよ、そこなんですよね、まあ、ですからなんとか2着までには上がりたい、うん、それぞれのプレイヤーが思っているはずです、うん、さあ森山さんの手がちょっと大物の匂いがちょっとしてきました、あ仕掛けましたね、うんダブナンポン、どうするんだろう、ちょっとねちょっと大物の香りがしてきましたね、そうですね、一発ね長打放ってっていう、ピンズだね、メンホンチートイツとか、あ仕掛けますね、ええ、これは今イーシャンテンですか、今イーシャンテンなんですが、これ今の段階でもちょっとマンガンないので、ええ、2着キープなのかな、なるほど、うん、まああのラスメだったからね、うん、一方森山いいと思うよ、それで3ピンがアンコになって、あれでからトップまでは欲でしょう、うん、そうですか、うん、アラプロでもまあ、2着良しとしようかと、うん、そう考えるけど、森山さんにあんな手入ってると思ってないかも、ね、さあこれで3フーロー天杯入った、これだったらでも旗が見るとすごい高そうには見えますね、想像本一のね、ただあのスーピンがねあんだけ引っ張ってるからドラがどのこうのとか考えるけど、うんそうローマン飯田に天杯です、流派重なった小島です、まあね、先生も2着取りとは思ってないですからね、やっぱりやばいなと思ってますからね、直撃がね一番ね積もられるのはもうしょうがないにしても、おん
シュン切った。ね、ちょっと今リアンゾーでウロローワンで本一まであるんですけどね。リュウハタッチだ、うん、あ、本当だ、ね、おー積もった。おー対局終わらせました。2着です ね、 ね、最後飯田サンフーロして7トースさんかな。そうですね、ダブナンだけですね、700、1300、はい、2着をキープしてですね、結局序盤のリードを守りきりました。小島武雄がトップ、そしてその後2番手飯田です。3位が金子、ラスが森山という結果になりました。さあということで予選の第2戦が終了しました。ディフェンディングチャンピオンの小島武雄プロがまずはトップで好発進ということになりました。こちら放送席の解説は、ババプロそしてアラプロのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。